はい、今回はですね、力量というテーマでいただきました。力量なんですけども、私は3つの要素から出来上がってると思うんですよ。1つは持って生まれた素養ですよね。これはですね、素養っていうとなんか摩訶不思議なものに思いますけども、これはね、分かりやすいんですよ。実は例えばね、身長が高くなったとかね、身長が低いとかね、性別だとか、それから気が短いとか気が長いとか、そういったことかなと思いますよね。もう身体的な特徴もあれば、まあなんかね、そうちょっとこうアウトドア派だったりインドア派だったり、体力的にはちょっと自信がなかったり、でもこう頭脳がねよく動いたりとか、いろんな方面に自分の力量って向いてると思うんですよ。自分のその力量じゃなくて、素養ですよね。でその素養の向いてる方向に、まあ、努力ができればものすごく伸びるんですけども、大体ですね、自分の興味があることとか自分の好きなものは一生懸命みんなやるんですよ。でもその素養と自分の好きなものが一致してることってあんまりないんですよね。実は自分があんまり素養のないものに、得意でないものに好きになったりとか一生懸命やっちゃったりするんですよ。例えばですね、漫画を描くのが大好きって言っても、その人は実はね、ミュージシャンになるべき素養を持ってる人かもしれないんですよ。でもそれは救いがない話ではありません。漫画を描いて描いて凡事でって書き続けた結果、この道はダメなんだと気づいた時に別のことをね、また始めることがあります。そうした時に、あ、こっちの道では失敗したけど、こっちの道ではあれなんかうまくいってるじゃんと、おかしいな、10分の1ぐらいの努力でなんかトントン拍子に伸びてるぞみたいなことがあるわけですよね。ということは何が起きるかっていうと、失敗の数だけ成功のルートが残されていくってことなんですよ。だから100トライするとですね、あ、この100のルートは自分には素養がなかったんだ、じゃあ101個目かもしれないなってことで、だんだんね、当たりに近づいてくるんですよね。で2個目の要素っていうのが努力になってくるわけです。努力がだから凡事徹底をしましょうっていうのはこの努力なんですよ。1つ目の素養っていうのはもう凡事徹底のしようがなくって、もう持って生まれたもんで、ほとんど変わらないんですよね。自分が何に適性があるかっていうのはほとんど変わらないです。例えばもう生まれつき足が速い人っていうのは、その足が遅くなるってことは年を取っていくとかね、それともですね、もう途中で事故を起こして骨折するとか、怪我をしてしまうとかね、病気になるみたいな感じで、もともとの素養が根本的に失われるような大事件がないと、大体走るのが得意な人ってずっと走るのが得意なわけなんですよ。まあ、ですんでね、ちょっとかけっこした時にいつでも勝てるみたいなことがあったり、トレーニングをしたらもっとすごくなったりとかするわけなんですよね。まあ、そういう意味で言うと、自分の素養を見抜いてくれる人がコーチであったりコンサルであったりすればものすごくラッキーですよね。でも大体そうではないんですよ。大体はそうではなくって、コンサルっていうのは自分の所得が上がるためにやってますから、すぐに自分の手を離れて自立できる人っていうのはあんまりね、美味しいお客さんにはならないんですよね。まあ、ですんで自分の希望が あって、そして素養とは関係なくこっちに向かっていくんだっていうのを、なんとなくお手助けするのがまあ、いわゆるね、コンサルの方なのかなと思います。私はだからこれはね、ちょっとないなと思うんですよ。コンサルの方だったら、どっちの方向に向いたら失敗するのかってことをやっぱり見抜いてあげるとかね。どっちの方向だったらあなたは嫌いかもしれないけども、まあ、うまくいきやすいよっていうふうなことを教えてあげれるとコンサルになるんですけども、当然私はそういうのはできませんのでコンサルはしないわけなんですよ。ただ私ができるのは自分の成功体験をお伝えして、それをやりたい人をその人にカスタマイズする作業ですよね。それぐらいはできるかなと思いますけどね。ただやっぱりこう行く方向を 見抜くというのは私はないですね。だからコンサルはできないですよね。そういったことでいろいろお話ししましたけども、力量には3つの要素があると言いました。1つは素養、1つは努力凡事徹底ですね。3つ目は何なのか、これまだ話してませんでしたね。これが運なんですよ。運がいい人と運が悪い人がいます。例えばさっき、どんなね師匠に会うか、どんなコンサルの先生に会うかみたいなことをちょっとしましたけども、これは運の要素が結構大きいんですよね。ではどうやって運を高めていくかってことをお話しするとですね、2つ目の要素、凡事徹底をはっきりさせることです。誰から見てもこの人は何について特化してるのかなってことが分かるように、発信していくこと、そして多くの人に表現していくこと、中には失敗もあるでしょうけども、とりあえずね、だからここで有名になっていく、知名度を上げるっていうのが有利なんですよ。知名度を上げて多くの人に知られるようになったら、お、あの人はこの素養を持ってるから自分が力になってあげたら努力が無駄にならないぞと、2倍3倍の速度で伸びるぞっていうような形で師弟関係っていうのができていくんですよね。まあでもですね、自分の素養がものすごくいいものがあっても、
自己表現しない、挑戦をせずに失敗を恐れていると自分の表現っていうのが足りなくなってくる。要するに出会いの数が少なくなるんで、優秀なコンサルの先生とかね、師匠に会う機会っていうのが減るんですよ。二束三文の師匠に会ったりとか、人を引き上げる能力のない師匠に出会ったりとか、もっと言ったら自分は人を指導する能力がないのに自称コンサルをしている人に出会ったりして悲惨な人生が始まるんですよね。これはだからね、運を高めていくためにも行動量を増やしていくってことが私は必要だと思うんですよ。そして行動量を増やしたらどんないいことがあるかっていうと、冒頭で申し上げましたけれども、凡事徹底していくと、あ、この道は自分には向いてないんだってことが分かりやすいんですよ。これだけやっても結果が出ないんだったら、1万やったけども結果出なかったということはこれじゃないんだなということで、改めて次の一歩を進むことができるんですよね。でも100や200やったところで凡事徹底のぼの字でもないわけですよ。100、200やったのをものすごく自分をやったって勘違いしちゃうような、ちょっとこうトンチンカンなね、努力レベルを持っていると、要するに身の回りの人がね、100やったから十分じゃないかみたいな人がいるとですね、確かに自分はよくやったなっていうふうな自己肯定感に苛まれてですね、結局1万続けないといけないところを100、200、300、500、1000、2000で終わってしまって、その道をね、宝が眠ってるにもかかわらず放棄してしまうということになってしまいます。さあどうでしょうかね。中にはですね、素養が2つも3つも4つもあって、ちょっとした努力でその2つも3つも4つも素養があったら当たりやすいんですよね。例えば絵を描く能力がありました、スピーチする能力がありました、音楽のセンスがありました、数学も得意ですっていうような4つぐらいのね、素養があった場合っていうのは、適当にやってったらその4つの素養のどれかに早めに当たることができるんですよ。そうするとそれを伸ばして、伸ばすことによって、もしかしたらこっちにも自分の才能があるかもしれないなってことで、絵を描いていく途中で、今度はねスピーチも上手になっていることに気がつくみたいなこともあるわけなんですよ。そうなんですよね。何か一つの物事で当てた人って二つ目も当たりやすいっていうのは、やっぱりね、一つ当てると目立つんですよ。目立つからこんなサポートできますよって人に出会いやすくなる。要するに何かでね、上り詰めた人、一点を集中して上り詰めた人っていうのは運が良くなるっていう傾向にあるんではないかなと思います。力量についてですね、もう一回お話しますと、素養があって、努力があって、3つ目運があると。それぞれ素養はもう動かしようがないけども、この努力っていうのはね、凡事徹底することによってものすごく領域が広がるんですよね。で結果運も良くなるんですよ。ということなんで、生まれ持ったものがあろうがなかろうが、この凡事徹底能力によって全体の力量をどん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 増やすことができます。そして力量が増えれば、雪だるまのようにスノーボールのようにですね、もっともっと次の分野に力量が見出せるということにもなりますね。はい、私はですね、アフィリエイトってものに出会いました。それまで会社の経営、店舗の経営、飛び込み営業、さまざまな仕事をやりました。サラリーマンもやりました。で、私の場合は一人でアフィリエイトをやるっていうのがまず一つ目の当たりだったのかなと思いますし、もうちょっと詳しく言うとですね、その前に私は人前で話すことによって多くの人に話を聞いていただいて、信頼していただいて、そこに商品を売っていくっていうことがね、多分一番の素養だったんでしょうね。そしてそれを毎日毎日繰り返した結果、1年間で、1000回のですね、事業説明といいますか、セミナーをすることができました。1年間で1000人です。で、そこで多くの人との触れ合い出会いがあって、交流関係が広まりましたんで、後々それがネットワークビジネスにも活用されることになったわけです。要するに人前で話すことが得意っていうことが、この人脈につながり、人脈がネットワークビジネスも成功させたということにもなるんですよね。そしてネットワークビジネスも成功させていくと、多くの方が稼ぎましたから、評判になって口コミが起きて、速稼塾は結果的に膨らんでいったということがあります。そして膨らんでいる途中に暗号通貨というものが始まりました。私はたまたま暗号通貨というものに興味を持って、2014年から YouTube で発信したのが2017年にブレイクしたってことなんですよね。3年間ずっと日の目を見なかったものが2017年、時代に合わせて、テレビで報道されたりとか、暗号通貨は何なのだというね、税制とか法律がもうだん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 決まってきた時に、要するにバブルが起きた時に、3年前からやっていた暗号通貨の専門家としての私の側面が花開いたわけなんですよね。でしかもその時に久保哲郎っていう人は2013年から速稼塾という塾をやっていて、アフィリエイトでも一角の人物、転売も当てたと、その業界に人脈もあると
その上で正直な発信をしているといういろんな要素が絡み合って YouTube のチャンネル登録者数が、まあ、5000人から6000人1年の間にね急増したんじゃないかなと思っております。まあ私にとってはねこのチャンネル登録者数が1年間で5、6000人増えるっていうのは YouTube 史上、私のやってる YouTube 史上一番の伸びしろでしたから急増したというね方法を言い方にさせていただきます。もちろん1年間で2万人3万人って取るのが、まあ、10万人のねチャンネル登録者を誇る YouTuber さんの特徴ではあるんですけども、私はとてもねそこまで中堅どころまで行かずに、まあ、どちらかというと YouTube っていうのは、YouTuber としては私はですね本当に駆け出しと言ってもいいかもしれませんけども、その YouTube の活用方法によって多くのファンの方、視聴者の方とつながるということに関しましては、まあ中堅 YouTuber さんよりも秀でたところがあるんではないかなと今分析しているところなんですけどね、もしかしたらそうではないかもしれませんけども、まあ、それを私は人前で話すってこととか人に何かを伝えるってことがまあまあ良かったのかなと、それが YouTube でも生きてきたのかなっていう思うわけなんですよ。要するにねこれまとめになりますけども、一つのことで力量を広げると他の分野でもその力量がそのまま横滑りして使えるってことが結構多いんで、素養に気づきやすい、もしくは素養以上の努力によってもともと素養を持っている人以上に結果を出すという運の向き方っていうのもね収入を収めることができるんじゃないかなと思います。さあ私がどうやって運を呼び込んでいるかと言いますと、それは一人一人に会いに行って一人一人に話しているっていうことだと思うんですよね。いかがでしょうか。それでは力量については以上です。ありがとうございました。